集結。 SKE48 やシャチをはじめ地元愛知のガールズユニットが一堂に会し、かつてない規模で熱いライブを繰り広げました。今夜は地元アイドルによる一夜限りの祭典、愛知ガールズエキスポ2019の模様をたっぷりとお届けします。トップバッターはあのグループばかりだと思うので、でも私たちはその地元愛は誰にも負けないと思っていますので、それをライブを通して皆さんに伝えていけたらなと思います。頑張ります。頑張りやりたいと思います。
今回いろんなアイドルさんが出演されていて、本当にファンの方もいろんなアイドルのファンの方がいらっしゃるので、その皆さんを全員チームメイトの虜にできたらいいなと思います。頑張ります。超絶元気発信ということで、どのチームよりももう元気よく超絶元気に頑張りたいなと思います。私だって笑顔の奥、誰にも言えない秘密が
ないですし、もう客席をリハーサルの時点で見た時点でもうめっちゃビクビクしてました。おまけで楽しみます。
ポンサーの提供でお送りします。SKE48 スペシャルステージサポーテッドバイアイヤ。座り続けることを目標に登場していただきましょう。はい、小野の小町坂中楓さんです。はい、さあ前にお釣りください。よろしくお願いします。今からバラ裸になりますからね。あー、怖い。本当に点数が出るので、ごまかせないなっていう。そうですよね。勝負曲は何でしょうか。坂中さん、リサさんのライジングホープです。おお。この願いたとえ魔法が86点。高得点じゃない。86
バッターですからね。ありがとうございます。あのこの椅子に座れただけでちょっと嬉しいですね。いや一番ですから絶対座りますからね。続いて挑戦したのは、はい、名古屋クリアーズ代表相澤舞。ちょっと緊張してるのでね、やっぱここで本番で出せるようにさっき蜂蜜でもたっぷり飲んだんで今日は全力でぶつけたいと思います。さあ、得点です。80点。おっと、いきなり86点。同点です。これは、はいはい、年上の方が勝ちです。じゃんけんとかじゃなくて、それでは、ね、年上の方が勝ちなの。そうです、今日で26歳になりました。誕生日、そしてメモリアルじゃない。相澤舞さんは23歳でーす。魚かさんの防衛、まさかの年齢判定で防衛に成功した小野の小町魚か楓、野田彩香菜さん。しかし喜びもつかの間、次なる刺客が美声を披露。48チーム8常滑選抜から宇多田はつかさん。さあどうでしょう、高得点が続いてる中の登場となりましたが、宇多田さん、はい、もう緊張して、もう今からもうちょっとリバースしそうなくらい緊張してるんです。やめてくださいよ、ね、何を歌ってくれるんでしょうね、はい、歌っていただく曲は何でしょうか。はい、岡村孝子さんの夢を諦めないでを歌わせていただきます。さすが愛知県出身、うん、愛知県の方の歌を歌うわけですね、それでは張り切ってどうぞ。さあどうでしょうか、得点は
この後 SKE48 代表野島加奈が底力を発揮。あなたを包む全てが。ここまでゼラ、沢井里奈の91点がトップ。ガチ歌バトルの鳥を飾るのがいよいよ最後のチャレンジャー、うん、SKE48 から野島加奈さん。イエイ。歌ってくださる曲は何でしょうか。はい、ジュジュさんの優しさで溢れるようにを歌わせて。はい、嬉しいです、ありがとうございます。そして野島加奈さんにはね、はい、そうなんです、素敵な権利がもたらされる。そうなんです、はい、ただただ歌唱を選んだだけじゃないんです、はい、歌姫に選ばれた野島加奈さんには、はい、クリスマスに行われる笹島ライブでの特別ソロステージをご用意いたします。おすごい、本当ですか。本当、いや逆にここで嘘言ったら大変なことになるからさ、しかも、もちろんギャラも出ますからね。だってみんないや、だってみんなみんなに分けてあげれないからギャラは。ということで、はい、初代歌姫歌唱王は SKE48 野島加奈さんでした。いやー、おめでとうございます。おめでとうございます。最後までもう上げて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 いくセトリになっているので、こんなにも大きな会場でライブをさせていただけるのは本当に初めてで、ちょっと緊張からみんな張り切りすぎてプル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 増えてるんですけれども、楽しんでいきましょう。
ここまではご覧のスポンサーの提供でお送りしました。盾とかイリュージョンとかすっごいたくさんのパフォーマンスをするグループなので、その演目ごとに表情が違うんですよ。で今日特に会場が大きいので、私たち全身からその雰囲気を醸し出すので、ぜひそこを汲み取っていただきたいなと思います。We'll be right back.
し刻むのね。千年過ぎても鮮やかにその名残す小町花。さすがだね。夢と知りせば風やわらぎ光に包まれて一重の番だ。愛を待つ伝説小町バイオリン。泣いてる女は今どき古い。そうだよね、そうだよね。頼らず揺らねずおもねないで。男の夢は時代を作る。女は歴史を遊ぶ。ラストは SKE48 スペシャルステージサポーテッドバイアイヤ。ガールズユニット夢の共演。